岩田和親君、はい、それでは引き続きこの法案に対して質疑をしてまいりたいと思います。自由民主党の岩田和親でございます。早速ですが質問に入らせていただきます。まず、この住宅確保要配慮者の状況についてお伺いをしていきたいと思います。まあ、この法案では、ね、住宅確保要配慮者を高齢者、子育て世帯、低額所得者、障害者、被災者など住宅の確保に特に配慮を要するものと幅広く定義をされております。まあ、この法案が対象しているのはどういう方々なのか、私は具体像を把握しようということで勉強いたしましたが、住宅確保要配慮者の全容や実態を把握するということはなかなか難しいと、まあ、そういう今認識を持っておるところでございます。まあ、各種統計もありますが、例えば低額所得でかつ高齢者であるなどといった重複したケースをどれだけ正確に捉えられているのか、また先ほどからの参考人のご意見にもありましたが、都市部の低所得者、若者層の住宅問題などは実態を捉えづらいのではないかと考えております。ただし政策である以上、対象者について実態を把握してできる限り明確にしておく必要があります。そこで配布した資料をご覧いただきたいと思います。これは新たな住宅セーフティーネット検討小委員会でも使われた試算であります。まあ、これを取り上げることで、具体像の 理解を深める一助としたいと、そのように考えております。それではこの資料に基づきまして、民間借家にお住まいの方で、低額所得でありかつ、高家賃負担であり、さらに、最低居住面積水準を下回る住居に住んでおられる方はどのくらいいらっしゃるのか、お示しください。行き住宅局長。お答えいたします。お示しいただきました資料は平成25年の住宅土地統計調査をもとに推計をした資料でございます。公営住宅を除く借家に居住されておられます、まず、収入分位が 25% 以下の世帯、これは月収にいたしますと、約15万8千円程度になりますが、および、収入分位 25% から 50%、 50% は月収で申しますと約31万3千円になります、の高齢者、障害者、子育て世帯で最低居住水準未満の面積の住宅に、まあ、高家賃負担で居住する世帯、これは合わせて約28万世帯というふうに推計しているところでございます。岩田和親君。はい、28万世帯という答弁をいただきました。まあ、念のために申し上げておきますが、ここで示されたのが住宅確保要配慮者として対応すべきすべての人だと考えているわけではありません。これらの方々以外にも配慮が必要な方々がいらっしゃると認識をしております。ただこの試算によりまして、低額所得を原因として、住宅費が家計を圧迫をし厳しい、この住環境にあるという、まあ、これらの要素が重複して、より苦しい環境にある方々が、まあ、把握できているわけであります。まずはこういった方々にしっかり焦点を当てて、まあ、優先的に取り組みを進めていくべきではないかと考えております。まあ、そういう中でこの全体像のそして実態の把握という点に関して質問をします。全国的あるいは各地域の住宅確保要配慮者の実態をより丁寧に把握していく必要があると思いますが、いかがでしょうか。石井国土交通大臣。世帯の所得、家賃水準、居住面積等の住宅事業が地域によって、大きく、異なります。住宅セーフティネットの構築を進めるにあたりましては、各地域の住宅確保要配慮者の実態を丁寧に把握することが重要であると考えております。本制度におきましては、都道府県及び市町村が賃貸住宅の供給促進計画を自主的に作成をし、供給の目標、登録時の住宅要件、要配慮者の範囲等について定めることができることとしており、そのためには、当該地域の実態を十分に把握することが必要であると考えております。また今後は特に地域レベルで居住支援活動の活発化など、住宅確保要配慮者への支援を進めていく必要があり、そのためには支援の実態や要配慮者の状況など地域の状況についての実態把握が重要でございます。国といたしましては基本方針におきまして、
こうした地域における要配慮者の実態把握の重要性について明らかにしたいと考えており、地方公共団体との連携の下で各地域の実態を踏まえた住宅セーフティネットの取り組みを進めてまいりたいと存じます。岩田和親君。はい、先ほどからの意見、参考人の意見にもございましたように、なかなかその実態把握難しいということは承知の上でありますけれども、しっかりと努力をしていただきたいとお願いを申し上げます。続きまして空き家の状況について、質問をしてまいります。この空き家の現状というふうなものをどのように捉えておられるのか、特にこの法案の登録住宅ということになると思われます民間借家の状況はどうなっているでしょうか。近年金融緩和の影響で民間借家が供給過剰とのニュースもあるところでありますが、そういった点も踏まえてお聞かせください。ゆき住宅局長。お答えいたします。平成25年の時点におきまして住宅ストック総数は約6063万戸でございますが、総世帯5250万戸に対しまして、差がございまして、この空き家の総数がこの時点で約820万戸というふうになっております。これは10年間で 1.24 倍増加しているものでございます。このうちお尋ねいただきました賃貸用の空き家については約429万戸となっておりまして、増加率10年間の増加率は 1.17 倍でございます。このうち比較的活用しやすいものとして耐震性がすでに備わっていて、特に普及とか破損がなく駅からも1キロメートル以内ですぐに利用できそうなものが約137万戸あるというふうに推計しているところでございます。一方で新築の貸し屋の着工戸数でございますけれども、これは平成28年1年間で41万9000戸でございます。前年比で 10.5% 増ということで、平成20年以来の高い水準でございます。この増加は、平成27年1月に、相続税の課税強化に伴う節税目的のものや、あるいは低金利が続いておりますので、こういった低金利の影響によるものであるとの見方があるところでございます。特に最近地域によってはですね、空室率の上昇や賃料の低下といった状況も見られておりますことから、今後こうした市場の動向を注意深く見守っていく必要があるものというふうに考えております。岩田和親君。はい、もとよりですね、この空き家というふうなものが増加をしているというふうなことは言われているわけでありますが、近年のそういうふうないわゆる供給過剰というふうなことで、特にその築年数が長いですね、そういうふうなところにまたそのしわ寄せというのがあるんじゃないかと、そういうふうに受け止めたところでございます。次の質問に参りたいと思います。住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を新たに導入するわけでありますが、どういった賃貸住宅がこれに登録をしていくのか、さまざまな支援措置も設けられるところでありますが、これらは借家の家主に対してどのような動機づけとなっていくのか、また登録に段階を設けたのはどういうふうな意味なのか、こういった点も踏まえて登録住宅の具体的なイメージをお聞かせください。ゆき住宅局長。お答えいたします。本制度におきましては、登録を推進する観点から、賃貸人の不安を払拭できるようにさまざまな支援措置を講じることといたしております。先ほど参考人等のご質問の中でも出てまいりましたけれども、まず家賃滞納への不安につきましては、適正に家賃債務保証を行う業者についての情報提供や独立行政法人住宅金融支援機構の保険引受けの対象の追加を行うこととしておりますほか、生活保護受給者の住宅扶助費等について賃貸人からの通知に基づいて代理納付の要否を判断するための手続きを創設することとしております。また大家さんには入居の方が孤独死などされるんじゃないかと不安もございます。こういった問題については居住支援法人の指定やあるいは居住支援協議会の助成等による入居者に対する居住支援の充実を図ってまいりたいと考えております。また、入居に伴いまして高齢者の方が中で事故を起こされるとか、あるいは子どもの騒音等そういった入居のトラブルに対する懸念も大家さんはお持ちになることがございます。こういった点につきましては、そういった点をできるだけ防げるような住宅の改修に対しまして助成をしたり、あるいは住宅金融支援機構によって改良融資をしたり、
そういうインセンティブを今回用意しております。こうしたものを利用していただくことによりまして、賃貸人の方が入居拒否感を解消して住宅の登録を促進をしていただきたいと思っておりますし、またその動機づけになるものというふうに考えております。またお尋ねいただきました制度の中では、入居を広く受け入れる登録住宅のほかに、より積極的に要配慮者を受け入れていただくような専用住宅という制度も設けております。これは住宅確保要配慮者がより安心して自分の希望に合った住宅を選択することができるという仕組みとして導入しているものでございまして、こういったものの登録の促進を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。岩田和親君。はい。この制度ではまずはその民間借家が受け皿になるというふうに思われますが、既存の借家だけではなく、使わなくなった戸建て住宅などを借家に切り替える、シェアハウスを作るなど、住宅確保要配慮者住居の受け皿の裾野を広げることも推進すべきだと考えます。このことで例えば庭付きの戸建て賃貸で子育てができる、高齢者が共同生活をするシェアハウスが地域にできるなどの新たな暮らし方の提案にもつながることを期待するところです。この点どのように取り組んでいくのかお聞かせください。ゆき住宅局長。お答えいたします。本法案におきます住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録をできる住宅は、アパートなどの民間借家だけではなくて、空き家となっております持ち家の戸建て住宅、こういったものも登録されることを想定をいたしております。全国の空き家のうち現在活用可能と推計される戸建て空き家住宅、いわゆるこれは統計上はその他空き家というふうに分類されるものの中の一部でございますけれども、これは約48万戸存在しているというふうに思っております。こうした住宅の積極的な市場への活用を図っていきたいというふうに思っております。またご指摘のいわゆるシェアハウスにつきましては、今回初めてこのシェアハウスについての住宅の面積や設備等の基準を設けることと登録基準を設けることとしたいと考えております。戸建て住宅をなどを改修いたしまして、こうした基準に合致するシェアハウスとする場合に改修工事が必要になりますが、この改修工事についても予算による支援措置を講じるほか、住宅金融公庫、失礼しました、住宅金融支援機構によります改修費の融資等を行うことといたしているところでございます。ご指摘いただきましたような、子育て向けの戸建て住宅や、あるいは高齢者が例えば共同居住ができるようなシェアハウスなど、住宅確保要配慮者の受け皿となりますようなさまざまなタイプの住宅の登録が幅広くなされるよう、その促進に努めてまいりたいと考えております。岩田和親君。はい。この住宅セーフティーネットの拡充のために、民間借家を活用するという考え方に私も賛成をするところであります。一方で、この住宅確保やに配慮が支援が、必要な方々がいる、一方で、空き家に困っておられる方々がいる、これらのマッチングがうまくいって双方よしとなるように細やかな施策の対応を希望するところであります。そしてまたもう一点は、やはりこの広い意味での空き家対策、こういったものがやはりこの必要であるということは、論を待ちません。今のこの日本のですね、住宅政策に関してはまさにこの空き家問題を一つのきっかけとして、やはりこれからそのストックをいかに活用していくのか、こういうふうな取り組みが求められているところでもございます。今回のもその一つの方策であろうというふうに思いますし、さらなるさまざまなより具体的なですね、取り組みをまた要望しておきたいと思います。それでは次の質問に移ります。入居支援についてお聞きをしていきたいと思います。家賃債務保証は、賃貸借契約の連帯保証人に代わるものとして、特に住宅確保要配慮者にとって、大事な役割を果たしていると認識をしておりますが、その保証サービスを行う業者の実態にはさまざまな課題があると聞いております。この課題をどのように把握をしておられるのか、また家賃債務保証の円滑化のためにどのように取り組んでいかれるのか質問します。ゆき住宅局長。お答えいたします。近年、例えば高齢者の方、あるいは一人親の方をはじめといたしまして、入居時の連帯保証人の確保が困難になっている等の理由によりまして、家賃債務保証会社による期間保証の利用が増加をしてまいっております。新規の賃貸借契約の約6割において利用される実態があるというふうに承知しております。
また一方で全国の消費生活センター等に寄せられました家賃債務保証に関する相談事例といたしましては、例えば過大不明瞭な請求がなされるとか、あるいは契約説明に関するトラブルなどが報告をされておりまして、相談件数は高止まりをしているという状況であると承知しております。こうした状況を踏まえまして、今般新しい制度におきましては、適正な家賃債務保証業者についての国土交通大臣による登録制度、これは省令レベルで予定しておりますが、これを設けることといたしまして、情報提供を的確に行うことによりまして、適正な業者が選択されやすい環境を整えてまいりたいというふうに考えております。また、高齢者世帯や一人親世帯などの住宅確保要配慮者は保証会社の審査が厳しくなる傾向がございます。従いまして、登録を受けた、適正な家賃債務業者保証業者につきましては、本法案に基づく住宅金融支援機構による保険引き受けを行っていただくことで、家賃債務保証業者のリスクを下げることなどによって、住宅確保要配慮者の保証を受けやすい環境を整備してまいりたいというふうに考えております。岩田和親君。はい。この家賃債務保証のですね、関わるこの業者に対しての規制というのは、この法案でもやはり大事なポイントの一つであると、そのように認識をしております。これは各党、各会派問わずですね、そういうふうな認識であると私も考えております。今日までやはりこれ規制がなかったということがですね、やはりこの問題だったわけでありまして、この大きな一歩をですね、しっかりこの進めていただきたいと、そのように思います。次に、この法案によりまして、この居住支援協議会、これがこの機能が強化されるわけであります。この居住支援協議会がさらに実効性を持って、この機能していくことを期待するわけでありますが、そのためには国レベルでは、国土交通省と厚生労働省など関係部局の連携、自治体レベルでは住宅部局と福祉部局などとの連携が十分になされること、そして最前線で活動する居住支援法人や NPO、 地域の実情をよく知る社会福祉法事会や社会福祉協議会や民生委員などが一体となって機能することが必要だと考えております。どのように取り組んでいかれるのかお聞きします。市国土交通大臣。委員ご指摘のとおり、地域の実情を踏まえて適切な居住支援が行えるためには、国及び地方公共団体における住宅部局と福祉部局の連携や、居住支援を行う NPO などの民間団体との連携など、さまざまなレベルで連携を進め、一体となって取り組むことが重要となります。特に市町村レベルでの取り組みが重要であることから、住宅部局福祉部局が連携をして居住支援に取り組む居住支援協議会につきまして、市町村レベルでの設立や参画を進めるとともに、 NPO や社会福祉協議会などの民間団体の居住支援協議会への参画を働きかけてまいります。また国レベルでの連携の観点からは、昨年厚生労働省との間で局長級の連絡協議会を設置したところであります。こうした組織も活用し、福祉行政との連携を深めるとともに、居住支援協議会の活動に対する積極的な支援を行ってまいりたいと存じます。岩田和親君。はい。先ほどからの議論の中でも、このですね、協議会のやっぱ取り組みというのは地域差というものがあるのではないかと、そういうふうな指摘もあっていたところでございます。その場所によってはですね、まさにこの今回のこの法改正を機会として、新たにこういうふうな取り組みを進めていくというふうな地域もひょっとしたらあるのかもしれません。そういう中でですね、やはりこの今までこのような高齢者をはじめとする、生活でお困りの皆さんの最前線に立っておられた、民生をはじめとするこういうふうな方々のですね、やはり活用というのは極めて大事なんだろうと、そう思っております。私はですね、この民生委員の制度、今年100周年を迎えるわけでありますけれども、同僚議員らと一緒になって、この制度の勉強会を開きました。本当に細やかに地域福祉のために努力をしておられて、この経験と蓄積を、まさに、この活用しない手はないと、そのように思っておるところであります。この居住支援協議会が期待されている、機能を発揮するかどうかというのは、まさにこの法案の鍵を握ると、私はそういう認識で見ております。この特に地域の実態をよく知る市町村が、まさにしっかりと取り組んでいくことが大事でありますので、そういった取り組みを国として後押ししていただくことをお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。